ラト君、今日は吉本漫才劇場で風水屋さんの単独ライブがあるわよ。もう劇場チケットは立ち見も完売してるみたいし、今大人気だもんね。風水屋さんのネタは心の底から笑えて晴れやかな気持ちになるし、オンラインチケットでみんな見るし。そうだね。じゃあそろそろ始めよっか。タマピーとワラットです。お願いします。よろしくっしゅ。このチャンネルは吉本漫才劇場、森の宮吉本漫才劇場、新世界ザザなどを中心に関西の劇場イベントの情報をお届けするという最高な番組なの。さらに芸人のマネージャーさんが普段の裏側や日頃見ることのできない秘蔵映像をお届けしてくれるみたい。今回も動画楽しみっしゅ。早速今週のおすすめイベントはこれ。どれも面白そうっしゅね。エナマキシマ初単独ライブ、23歳の夏休みはエナマキシマさんの解散前の最後のライブよ。今回も期待できるライブっしゅ。そうだね。今回もどんな内容になるか楽しみだね。それではインフォメーション。突然すみません、関西イベント最前線です。あれネタ合わせ中にごめんなさい。今からですね、はい、歌出しネタライブ異なる人々2の告知をしていただこうと思います。はい、でこちらですね、関西の劇場で行われるライブを告知する、情報発信動画となっておりまして、はい、今撮ってる動画は登録者数50万人の吉本興業チャンネルにて流れます。登録者数増えてるっしょ。情報発信動画ということで、今からこちらのライブの魅力を教えていただきたいと思います。はい、それではいきます。この公演の内容そして魅力を教えてください。いや、まあ、それはね、だいぶ近いという公演ね。第2回なんですけど、うん、まあ、僕らオール新ネタで、うん、ちょっとちょっと、物とか照明とか音響とか、それできる限りその最小限でどこまで新ネタできるかっていうのを挑戦してまし、入って、うん、はい、それでまあコーナーで軽く、最後その時に出てきたネタの中に出てきた人を実際にこうお客さんとこういろいろ深掘りしていこうという趣旨で、うん、やってます、はい、うん、で今回はね、ゲストもね、ゲストはね、前はゲストおらず僕らだけやったんですけど、今回は後輩のコウノトリ、40期のコウノトリと、43期の鹿のシンプルにも出てもらってね、と一本ずつ、ね、やってもらって、うん、でコーナーにもね一緒に出てもらって、はいはい、いろいろちょっと喋れたね、この2組はもうすごい面白くて、抜群に、うん、もう人気がないだけというふうに、まあでも鹿のシンプルは最近グラフリーの調子よくて、だし、この3組相性いいよね。そうやね、っていう意味もあるよね、うん、面白いし、噛み合わせみたいな面もめちゃくちゃいい、ね、はいはいはい、うん、そうですね、やっぱりそんなやろな、うん、まあ、ほんまコント好きな人は来てほしいですね。いや、そうやね。で、まあ、時期も時期ですんで、あれの時期なんでね、ちょっと力入れて今回はほんまにやろうと思いますんで、はい、何本も新ネタします。はい、ね、そんな感じでぜひお願いします。お願いします。宇多田さんの新ネタ気になるね。道具も照明もあまり使わないコントを考えてたんしね。ゲストのコウノトリさんと鹿の神父さんも楽しみね。ネタもコーナーも見逃せないっしゅ。あ、次の VTR も届いてるみたい。それではインフォメーション。突然すいません、はい、関西イベント最前線です。出た、え、来たよ、見たことある、見たことある、さん知ってくれてるよね。お兄ちゃんさんが呼んでてます。お兄ちゃんさんが呼んでてんの、はい、アレルーヤやった。あ、それ滑んねえ。やっと来ました。何ですか、ありがとうございます、なんかわかんないです、ありがとうございます、はい、今から宛先プレーンのお名刺頂戴しますの告知をしていただこうと思います。あ、いいんですよ、ありがとうございます、はい、こちらは関西の劇場で行われるライブを告知する情報発信動画となっております。あ、そう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 、はい、吉本興業のチャンネル、うそー、そう、ここにおんねやから見たい、ここにおんねやで、何がいるでしょう、社長、
違います。はい、やったね。タマピーとワラッド氏ということで、今からこちらのライブの魅力を教えていただければと思います。はい、はいはい、それではいきます。よーいスタート。魅力を10番の、そうです、僕らがですね、あの新ネタ3本やります。はい、それもめちゃめちゃ面白いんですが、はい、そこにコーナーがございまして、うん、今回ゲストでふみ、さんと鹿の神父さんを、うん、お呼びさせてもらいまして、はい、鹿の神父さん、ここにもゲストで出てるのね。ババ抜きになって運があるということで、そのミニゲームをやりたいと。しがむぞ。それがね、もうしがめるだけしがむ。しがむぞ。はい、これがめっちゃ面白いんですけど、それよりも鹿の神父のね、うん、猪木さんと、はい、しっかり戦いますんで、そっちは対マンでしょ。はい、対マンでしょ。はい、どっちが面白いか。どっちが面白いか。お前の方が面白いもんな。うん、ちょっとギャグやっとけよお前。よっしゃー。イエー。ジェスチャーが動かないやつ。な、どういうこと？ジェスチャーが動かないやつ。いやいや、動いてた。いやいやいやろ。いやいやいや。成長したな。成長しました。はい、という、ライブがですね、はい、8月18日の日曜日、はい、5時15分から1時間の公演となっておりますので、はい、場所は新世界ドタポケッツでございます。これが新しい一発目のライブになるらしいんで、はい、僕らが受けるか滑るかによってこのザザポケッツの存続がかかっておりますので、はい、皆さんぜひ、足を運んで嘘でも笑うてください、はい、よろしくお願いいたします。タカマンさん、強運の持ち主なのね。ババ抜き用に特化したコーナー、面白そうっしゅ。そうだね。荒木さん VS 柚木さんのバトルも見届けるっしゅ。あ、次の VTR も届いてるみたい。それでは、インフォーメーション。突然すいません。はい、関西イベント最前線です。はい、はい、はい、今から、最後の単独である最初で最後の単独である、はい、そうですね、そうですけど、はい、なかなか島単独ライブ23歳の夏休み、はい、うわぁ、うわぁじゃないね。俺らが言うことじゃないや。突然来るもんですね、はい、最後の夏っていうのは。そんな意味でやってません。あれ普通に23歳の夏休みです、あれは。はい、の告知を、はい、お願いします、はい、しっかり告知してほしいっしょ。8月16日金曜日、吉本漫才劇場で19時15分開場、19時半開演、20時半終演となっております。じゃあ、前売りが1300円、当日1600円、配信が1200円となっております、はい、チケットはファニーチケットの方で販売中ですので、まだまだ席ありますので、ぜひ来てください。お願いいたします。はい、最後の、はい、コンビネの最後の舞台ということで、もうだこの日で解散という、もうそれは見たいんちゃう、派手に散りたい。この日で稲巻島さんの見納めよ。ラストを見に来てください。朝倉未来ばりのちょいやめろ、派手に散ってない、まだ分かんない、ね、一旦では日垣のコメント一旦お疲れ様ですっていうやつ、大体みんなに言われた、ね、はい、いや、まあそのほんまにだから、なんかゲストとかもね、ちょっと呼ぶかもというかもなってますの で、 そうで、まあだから気にせずというかね、うん、ラストを楽しんでもらえたら、もうしんみりというよりか全然全然笑ってもらいたい感じですので、はい、お願いします。ぜひ来てください、お願いいたします。稲巻島さんの単独はどんな感じになるのか、ワクワクするわね。全然予想ができないし。稲巻島さんの最初で最後の単独ライブ、劇場でしっかり見ないとね。目に焼き付けるし。どの動画も面白かったね。これからもどんどん動画が届くみたいだから、ぜひまたチェックしてみてね。もっと芸人さんのオフの姿見たいっしょね。次はあなたの推しが告知動画に現れるかも。来週は8月17日配信だよ。見ないと怒るっしゅよ。もちろんチャンネル登録もお願いね。それじゃあ。